皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります飛龍高校のオープンキャンパスのお知らせをします。飛龍高校というと今大きな改革を行っています。45分授業の実施、定期テストの廃止、校内校外の研修の工夫、先生生徒も含めた研修の工夫、それから全日制の通信教育、通信制高校の設置、このような改革です。さらに入試も来年度から変わるんですね。どんなふうに変わるかというと、これまでは英数国の3教科、これが学力検査だったんですけれど、これに総合問題、これが加わります。テスト時間は25分です。さらに自動車工業科では外国人枠の入試、これも始まるんですね。こんな風に大きく変わっている飛龍高校、このオープンキャンパス、令和6年の11月9日の土曜日、この辺に開催されます。8時受付開始。実はね、飛龍高校自動車で行くと駐車場がないので、沼津駅の北口から飛龍高校までバスの運行を行います。運行時間は7時20分から、沼津駅北口から飛龍高校まで、ね、このバスを運行するそうです。それから9時から全体会、9時20分からコースの説明、それから体験授業、このようになっています。体験授業それぞれのコース科でいろいろやるんですけれど、その代表的なもの一つずつ紹介しておきます。総合スポーツコース、こちらでは高校生アスリートに必要な食事についてこういうものを学習します。未来クエストコース、こちらでは新聞の魅力、新聞で SDGs というテーマで授業を行います。フードクリエイターコース、こちらはフランス菓子作りとフランス料理、これに挑戦するそうです。なんかね、美味しいものを食べられそうな気がしますね。そして自動車工業科、こちらではタイヤの脱着とアセチレンガスで金属の切断、こういうものを行うそうです。帰りもバスの運行を行います。帰りのバスは11時20分から13時までの間、この間飛龍高校から沼津駅北口までバスを運行します。さらにこれに加えて部活動の見学とか、そういうことがしたい人、個別相談をしたい人、それは自由に、見学を行ってください。で、個別相談をしたい人は先生に申し出て個別相談を行ってください。今回は今大きく変わろうとしている沼津市の飛龍高校、こちらのオープンキャンパスのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。